はい、こんにちは。医学部受験塾名ゲート塾長の細井です。お茶の水校社長の松本です。はい、今日のテーマは何でしょうか。いや、正直いろいろあってどれがいいのかなって思っちゃうことがあって、今回ちょっと細井さんに独断と偏見で大丈夫なんで、細井さんが行くならここの大学行きたいですね。一個しかないよ。細井さんが行くならでいいですか。俺が行くならでしょ。独断と偏見で大丈夫です。誰もが分かってますよね。間違いないです。昔からもいろんな動画で言ってますからね。東京女子医科大学。いや、ちげえじゃん。そこ理三じゃないの。女子医なの。俺理三志望だったわ。理三って来ると思った。皆さんね、絶対思ってた。まさかそんなバカな。当時の受験生の熱い気持ちはね、もうあれから十数年経って全て消えましたわ。アップデートされてってんですか。アップデートされました。東京女子医科大学で決定です。その心は。お嬢様がいっぱいいる。それ男として入れないですか。そうしてでもいいんだよ。男として入ってんじゃん。じゃあ女子大の PR をしたい。なるほど、はい、大学運営めちゃくちゃ一族経営で大崩壊中、しょっちゅう何かしら問題を起こす。もう大学のクオリティとしてはね、正直点ちょっとお粗末すぎます。これ横で笑ってるのですが印象悪くなりません。いや、もうしょうがないです。これ事実なんで、みんながねどっかと合併してくれと思っちゃうぐらい運営状態はねあんまりいいと言えないんですけれども、なんたって学費ランキング最高値更新しましたからね。この状況で学費を上げてくる。まさかの関西医が下げるっていう方向に行った時にね、他もじゃあ下げるとこ出るだろうと思ったら上げてくるっていう、病院の収益を学生から補おうとする、そんなことがあるかない。学費上げるっていうニュース見た時に、昔日ハムが札幌ドームと揉めた時の話めっちゃ思い出しました。使用料ですか。そうです、ドームの使用料下げてよって交渉しに行ったら逆に上げてきたっていう。それで北広島に移動したんですよ。あ、なるほど。今って札幌じゃないんですか。今札幌ドーム使ってないです。別の市に自前のドーム建ててエスコンフィールドっていうアメリカンチックなドーム建てて大成功してる、ね、なるほど。何の話か分かんなくなりましたけども東京女子医科大学はブランド力とか立地も含めて最高なんですよ。令和の時代に即さない経営をしてしまったがためにちょっと乗り遅れてる感はあるんですが、堂々たる市場入試っていうね、卒業生の子供とかは優遇しますよと宣言してる入試をするぐらい昭和的なんですよ。もう前時代的な医学部たるやというものをね体現してくれてる医学部なんで、逆に好き言ってる女子学生ですね、もうお嬢様奨学金使って行ってるね一般家庭の方もおられるんですけども、二極化しちゃうぐらい上位層っていうのがかなりね、まあ、お医者さんのご子息多いかなと思います、なので助走して入りたい。入れねえよ。次次ということで1位は東京女子医大でした。はい、第2位、防衛科大学。今考えれば防衛医大は本当にいい大学。なんでかというとですね、まず日本という国が好きかどうかですよ。愛国者にはここしかないと言ってもいいぐらいいい大学ですよ。だって国をね守るんですよ、医療の力で。こんないい大学ありますか。国は守れねえですね。なんかそうっす。だからもう右寄りの人はみんな防衛医大行った方がいい。なんてこと言ってない方が、つまり愛国者はもう防衛医大です、お金がもらえて親に迷惑をかけず大学入学と同時に国家公務員っていうね、ものすごいバリューの高い大学。制服を着たりとか髪型に制限があったりとか寮生活あったりとかありますけど、世の中の厳しさに比べたら取り囲んで守っていただいてるようなもんじゃないですか。若い時に夜中遊びに行きたいのに遊べないとか、髪型自由にできないとか、ダサい制服着なきゃいけないとか嫌かもしれないですけどね、自由の方が恐ろしいんですよ。自由こそがハイリスクなんですね。防衛科大学のレールに乗ってれば自由度は少ないかもしれないけど、安定したお金と職と、そして医師免許とか得られて、体力、知力、すべてにおいて他の医学生を上回る可能性が高いわけですね。だって訓練してるんですから。朝早く起きて朝礼をして飯を食ってアイロンがけをして寝るっていうね、規則正しい健康的な生活を送れる。おじさんになってから考えると子供を入れてってなりますよねその発想になると確かにそうですね。最近は医学生になってね、女の子と飲ませてやったりとかもね、めちゃくちゃやるやついるじゃないですか。そんなことをね、防衛科大学生できるわけがないですできるわけないです。本当に親御さんからしたら安心感にあふれた大学なんですけど、当の本人からしたらいろんな制限があるので、卒業後9年勤務しなきゃいけないという縛りもあると思うんですけども、結局大手美容外科に就職して要は何年かしらになるぐらいだったら、国のために9年勤めた方が親としては良くなっちゃうかもしれないですよね。時代に合わないのかもしれないですけど、逆にいいんじゃないかなと。
迷える子羊たちにはレールが決まってる方が僕は無理です。入りたい大学じゃなかったの？世代が変わったので子供を入れたい大学。ああ、なるほど。子供を入れたいというビジョンになってるんですね。そうですね。これも間違いない。女子医科大学防衛大と来て、まあ、3番目に理三かな。出た、やっと出た、よかった。いやいや、理三どっかで言わないと終わんないもん、この動画。自分がね、望んで入れなかった大学ですから、うん、もう一回受験できるんだったらやっぱ目指したいなと思いますけれども、うん、家庭環境かなって思っちゃいますね。親が頭の中に理三ってものがイメージないと、なかなか難しい。親が医学部どっか入ればいいやって思ってたら、中1から哲六科行かせねえだろっていう話で、うん、中学1年生から哲六科に行かせるってことは、東大レベルに何なく行ってほしいっていう願いが含まれてますよね。だって子供から中1から哲六科行きたいってやついないだろ、どう考えても半分以上が哲六科出身者なんだから、うん、入ってない時点で不利じゃないですか。開成、桜蔭、灘、筑駒、ここにいない時点で不利じゃないですか。これで半分ぐらい占めてるんだから。そうですね。親御さんがこの子は絶対上位狙わさなきゃいけないとか、マネジメントしてあげないと難しいわけで、実際親のモチベーションが関わってきちゃうかなと思います。自分の親も理三っていうものをね、知らなかったと思うんですよ。医者になればいいっていう漠然とした目標を持ってたと思うんですけど、甘いんだい。理三になると熱いな。物心ついた時から理三って言わせるぐらいのね、教育をしないとサブリミナル的に弱いわけですね。自分だけの要因じゃないよっていうことですよね。地方の名もない高校から理三でポンと受かる子いるんですけど、普通は周りの環境に引っ張られるもんなんで、周囲のまあ平均偏差値から上振れ下振れあれど、そこら辺に落ち着いちゃうはずなんですね。僕のおすすめはね、東京女子医科大、防衛医科の東大さんです。どこ行きたいですか？女子医科な。女子医には素晴らしい子女の方々が集ってらっしゃいますし、うん、丁寧にお金をかけて育てられた娘さんたちがいらっしゃいますんで、それを預かる自信と自分も知力を高めないと女子医大の方とは結構来ませんよ。女子医に行かせられるような親になりたいですね。ちょっと頑張ります。はい。個人的なあれですけれども、僕が行った千葉大もね、素晴らしい大学でしたし、どの大学行ってもきっと楽しいで学生生活が送れるんじゃないかと思います。無理して高い目標を掲げるというのはすごい大事なんですけども、裏付けがないとその目標って達成できないというか、それっていうのはやっぱり勉強量が足りてないんですね。センスとか云々とかの問題ではなくて、センスなんていうのはみんな超天才以外は一緒ですから、効率的にやるかっていうのはみんな効率的にやろうって考えてるわけなので、自分だけズルできる効率性なんて絶対ないですからね。ギフテッドみたいなね、こう何でも一回見たら覚えちゃうみたいな人じゃない限りはね、そういうことはないので、物量をしっかり大切にしてほしいですね、うん、ということで皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また医学部受験で困ったことがあったら公式 LINE に問い合わせしてください。